朝もはよから桂さあやです。 AM1008FM933 の ABC ラジオがお送りしています。時刻は間もなく5時38分になるところです。金曜演芸門のコーナーです。このコーナーは ABC アナウンサーであり社会人落語家でもある私桂さあやが落語や講談、浪曲、文楽、漫才などなど演芸に関するこぼれ話をお伝えするコーナーです。今日はですね、回しという落語のネタをご紹介します。回し、またの名を田楽食いと言いますけれどもね、田楽というのはまあ今でも食べますね。お豆腐とかこんにゃくの田楽、昔はおでんのような感覚で食べていたそうです。みんながねそれを当てにいっぱい飲もうと集まっているところからお話は始まります。回しです。さあこっち上がって飲んだらええがな。えらいどうも兄貴すまんこって大勢でやってきまして。いやいや魚は田楽しかないねや。この近所にな豆腐屋が開店したんや、田楽屋をな。でまあ若い衆が今日集まるよってじゃんじゃん持ってこい言うたある境に、他には何にもないけどおでんで、酒だけはなんぼでもある境に飲んでもらいたい。おおきに、ほな早速。あーちょっと待った、こないしてぎょうさんおでん並んだあるねん境な、趣向して食おうやないか。田楽というもんは味噌をつけるとかなんとか言うてんな、まああんまり弦のええもんやない境、一つ運がつくように回しちゅうのをやろうか。回し、運を一つ言うたら一本田楽とんねや。ほう、つまり運というのを言うたらええねやな。せやせや、運のつくこと何でも言うたらええねや。わてよいわんわ。一本、もっともっとちゃんと言うてから取りいな。今言うたがな、用意はんーちゅうて、入ってあるやろ。あ、用意はんでんーか。あーそうか、よし一本持っていけ。次ほんだら私はレンコンと二本もらいましょう。おうまいな、レンコン。おー次は、はいはい、人参大根と3本いただこうか。なるほどな。次聞こ、お前やれ。なるほどな、レンコンで2本、人参大根で3本か。青もんを言うたらええねやな。何でもええねやがな、青もんでも魚でも。人参大根な、ほなキュウリン、そのもんあれへん。キュウリンなんてあるかい。ナスビン、ないっちゅうねん。玉ねぎん、こいもん、枝豆ん。あかんな。おいおい、他にないか。マッシュルームん、カリフラワーん、ブロッコリン、モロヘイヤン、アスパラガスン、アスパラガスン、アスパラガスンガスン、何言うてんねんお前、末なり弓か。カボチャン、カボチャまで言うたら他の言い方があるやろがな。え、カボチャの他の言い方、トーナスン、いつも言うてる言葉があるやろ。ほれ、んが二つつく言い方、二つつく言い方、ほれ、んが二つつく言い方、あ、パンプキン。お前英語好きなんか。いやそれでもええんやけども、日本語であるやろ。ほれ、南京や、南京。あ、南京か、もう南京思い出すのに南京した。シャレだけはしっかりしてあるな、もう日本取るのに汗かいてるがなあいつ。おい次は、天
天天魔の天神さんと6本もらうか、日本で汗かいてるやつがあるかと思ったらさっと6本持っていきやがったな。次は、はいはい、わしが行く。阪神ファン甲子園で応援5本やで。お、ええがな。阪神ファン甲子園で応援か。あ、5本持ってけ。次は、それやったらわしはこうしよう。先発ガンケル無失点、サンズのホームラン先制点、ハッピーハンズで監督バンバンザイと。おー、11本いただきまよか。はは、うまいこと言いよんな。え、いきなり11本ってすごいな。え、次は、はいはいはい、私アナウンサーですからね、ニュース読みで回し行きますよ。かなり電学なくなっちゃうと思いますよ。もうね、うんだらけ、うんまみれ、覚悟しておきなさい。京都市内のアパートにタイガーマスクをかぶった男が押し入り、虎の置物2体を盗み逃亡しようとしたところ、窃盗容疑で逮捕されました。男は容疑を認めており、稼ぎが少ないと嫁に怒鳴られ、むしゃくしゃしてやったと供述しています。あ、ない、それだけ言うてないんかい。真面目な顔して一体どんなニュース読んでんねや。ほんで、犯罪とか犯行とかいくらでもつく言葉あるやろ。まるで避けるようなことしてんねや、もう。はい、次、ニュースやったらね、私がお手本見せましょうか。大阪地検特捜部が証拠改ざん、犯人認否事件をめぐって会見を開き、国民の信頼を裏切った一連の事態は痛恨の極みと検事総長が辞任しました。13本もらいましょう。おー、だんだん上手になってきたな。13本でごそっと持っていきやがったで。え、次はわしが行こう。兄貴、よう聞いててや。千年神前園の門前の薬店、玄関板人間、半面半身、金看板銀看板、金看板根本万金丹、銀看板根源半言丹、氷炭看板九天と。43本もらおうか。え、ちょっと待った。え、今何言うたんや。いや、そらむちゃくちゃ言うたらいかんがな。むちゃくちゃやあらへんがな。京都にな、神前園ちゅうところがあるやろがな。あそこの前に薬屋があんねん、薬店。そこにな、人間の体半分に立ち割った人形が内臓やなんか見せてな、玄関板みたいに置いてあるんや。人間半面半身ちゅうのはそいつのことや。そこに金の看板とな、銀の看板があって、金看板には根本万金丹、銀看板には根源半言丹、別に氷炭型の看板があって、それには九天、つまりお灸の点を下ろすちゅうことがそれぞれ書いてあんねん。そういう意味や。もっぺん言うてみようか。千年神前園の門前の薬店、玄関板人間、半面半身、金看板銀看板、金看板根本万金丹、銀看板根源半言丹、氷炭看板九天と。2回言うたから86本もろていこうか。おいおい、みんな持っていきやがったな。おなじみの女わしでございました。というね、こう、まあ、中身を結構変えて、される方が多いんです。私も途中からもうほとんどオリジナルでした。パンプキンの、あ、天魔の天神さん、天魔の天神さん以降は、ほぼほぼ自分で作ったやつなんですけれどもね。まあ、言葉遊びの一種、運回し、運を回すっていうのは言葉遊びの一種でね、若手の話し家さんがよくされてます。開口一番で、あったりするネタなんですけれどもね、結構本当に皆さん好きなように変えてはって、キャラクターが、その方のキャラクターが出たりとかするので楽しいネタなんです。で、最後のようわからん、何言ってるかわからん、銀看板と金看板のくだりね、これはもともとのネタなんですけれども、昔から語り継がれてる部分なんですけどね、これを昔のこの運回しのネタっていうのは説明はしていなくって、何を言ってるか意味不明なまんま終わってたらしいんです。呪文のように、まあ、呪ゲム5根すり切れみたいな感じで、やってたんですが、それを米朝首相がね、
この意味の説明を加えた形にしてやるようになって、である時に米朝首相のもとに古いお客さんからお手紙が届いたそうで、人間半面半身というのは化け物みたいで何のことかわからなかった、あなたの落語のおかげでやっと何十年かぶりで意味がわかりましたというふうに書いてあったそうです。ねえ、こういう謎解きみたいなのがちょっとあったみたいなんですけれども、あの満金丹っていうのは解毒剤とか気付け薬なんですね。で、半言丹っていうのは胃痛とか腹痛のお薬らしいんですけれども、これもね、根本満金丹、根源半言丹、まあ根本根源っていうのがつくと、まあもともと基本とかいう意味ですので、基本の気付け薬とか基本の腹痛薬みたいな、そういう意味らしいですけれども、面白いですよね、こういうのがいろいろございますので、私もあのこれ講座でちょっとやっても楽しいかなというふうに思いましたけれども、ここいらでお時間となりました。本日は「んまわし」の一席ご紹介いたしました。